もし明日世界が終わったらどうする？それまでに美味しいものをたらふく食べたいな。君はもし明日世界が終わったらどうする？種をまきたい。たくさん花が咲くように。世界が終わったら花も咲かないよ。鳥みたいに空を飛びたい。空を飛ぶ練習をしなくっちゃ。じゃあこれから1時間後に世界が終わったらどうする？考えたこともなかったな。僕は君とこのままおしゃべりをするよ。それから僕たちが幸せだったことに感謝して泣こうと思う。素敵だね。夜ご飯の準備をしてから空を飛ぶ練習をしよう。明日になったら種をまこう。ごちそうかい？いつもの夜ご飯だよ。幸せだね。幸せだったね。Thank you.